立派な和室だね。それほどでもないですよ。っていうか、ケン君、敷居を踏んじゃダメだよ。敷居って何？それが敷居です。あ、そうなんだ。知らなかった。ごめんなさい。あと、畳の縁も踏んじゃダメだよ。わかった。これからは気をつけるよ。ところで、それは床の間かな？いいえ、違いますよ。これが床の間です。床の間には掛け軸や置物を飾ります。いけばなもだよね。はい、そうです。教えてくれてありがとう。いいえ。